スポーツランドスゴは、宮城県柴田郡村田町菅生にある、総合モータースポーツ施設である。ヤマハ発動機の関連会社によって運営され、国際自動車連盟公認の国際レーシングコースを、含む4つの専用コースを有する、モトクロス世界選手権、日本グランプリの開催地である。国際自動車連盟公認のオンロードサーキットであり、 全長は3621.154メートルで、右回りのテクニカルサーキットである。最終コーナーから、ホームストレートにかけての10%の上り勾配が特徴。また、このコースは、平坦な場所がなく、常に上り、下りの繰り返しである。二輪は、最終コーナー手前の試験を通るが、四輪の場合は、そのまま直進する。 1987年のコース改修の影響で、通常のサーキットでは1コーナーの手前にある、ピットロードの出口が、本コースでは2コーナーの後ろにある。ピット数は45個。観客席は、グランドスタンド約12000席、他13500席である。全体的にランオフエリアは狭く、巨大なスポンジバリアを大量に用いて壁の衝突事故を防いでいる。 そのため大きいクラッシュが発生するとスポンジバリアがコース上に飛散することがある。前述の山間部の地形を生かした標高差73メートルというアップダウンに飛んだコースレイアウトとタイトなコーナーが連続することからアクシデントが発生しやすく他のレースではありえないような事例が発生することからすぐには魔物が住むと表現されることがある。第一コーナーと 第2コーナー。2012年7月撮影。国際モーターサイクリズム連盟公認の国際オフロードサーキット。2005年から2007年にかけて本コースでモトクロス世界選手権が開催され、2005年12月にはモナコモンテカルロにおいて開催された2005フィムモトクロススーパーモト表彰式でスポーツランドスゴの施設競技運営。 観客への配慮が高く評価され、フィムモトクロス、ベストオーガナイザー賞を受賞している。菅尾名物の大阪は、傾斜角30度全長約70メートル最大高低差、約35メートルという規模で、坂というよりも、壁である。1975年当時、国内最大規模のコースとして作られた、カート専用コース。 1977年には f i a シックの国際公認コースとして登録され、同年、国内初の国際格式レース、第1回ジャパンカートレースミーティングが開催されている。すぐマルチコースの名称でカートをはじめとして2輪4輪のイベントが多数行われてきたが、2008年12月のファイナルイベントを最後にコースレイアウトを変更するなど、 全面回収を行い、2009年3月に、西コースの名称で、リニューアルオープンした。回収後のコース全長は984メートル。ストレートを長くするなど、テクニカルコースに、スピードがプラスされたコースに生まれ変わっている。2014年4月にオープンした新コース。ポケバイミニバイク、モタードキッズカート、レンタルカートなどで走行することができる。 営業はビッグレース開催日以外の土日用日祝日、ゴールデンウィークや夏休みは毎日営業となっている。国内は元より国際的な選手権レースの開催実績を持つ。モータースポーツ音楽その他このサーキットの専属レースクイーンであるスゴレースクイーンがおり、毎年コンテストオーディションが行われてグランプリ、準グランプリが決定し、メンバーが入れ替えられる。 コスチュームは仙台市にある宮城文化服装専門学校の学生によるデザインが2005年から毎年採用されている。スゴレースクイーンを出身の著名人には1994年に勤めた鈴木文香2003年に勤めた岩手加代子や2007年に勤めた天野ゆかり2015年2016年に勤め2018年に スーパー戦隊シリーズ第42作目の怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーで女優デビューした奥山、カズサなどがいる。2012年のスゴレースクイーンに選ばれた5名によりローカルアイドルユニット SR95 が結成された。同年5月4日からデート FM エジャムフライデー内で始まったコーナースゴサウンドサーキットに合わせ 同コーナーを担当する SR95 が恋のポール2ウィンでデビューした。同曲はスポーツランドスゴの CM で BGM としても使用されている。ありがとうございます。